ストクラス MA 決勝ですね。8分間の周回レースです。それではスタートの方ですね、したいと思います。スタート5秒前です。さあ、GT ストッククラスがスタート。最後の MA の決勝レース、さあ3番手走るマシン、カゼキ4番、阿部選手が3番手です。4番手カサラジナンバー選手、5番手アタタ選手、6番手タコクラ1号選手、7番手マシン選手、8番手コロナ選手、9番手カモン選手、10番手サクサン選手の順で、さあ1分がそろそろ経過しようというところ。こいつはカゼキ1番の竹城選手、オレンジ号のボディ。まず高津選手の差は 2.1 秒差、3番手は黒いボディの阿部選手が3番手。さあ、竹城選手が飛ばす。2番手の差は2秒差。さあ、3番手が黒いボディの阿部選手。阿部選手4番。さあ、トップのマシン、竹城選手が登ってきて、計測を今通過。そして総集団になりますストレート。さあ2番手高杉選手の差は 1.8 秒差。さあ 1.6 秒差です。コンマ2秒ずつ詰まってきております。さあここは変わらず 1.6 秒のままトップ行くのはオレンジの森、竹城選手がトップ。2番手ホワイトブルーピンクのカラーリングマシン、中津選手が2番手。さあ、ほぼ同じようなペースで竹城選手が10秒358、中津選手が10秒305。さあ、その差は 1.8 秒か。さあ、風の1番の竹城選手が逃げる。現在のトップ。さあ、2番手の高津選手が今計測ラインを通過、その差は 2.2 秒差。3番手にガゼピンの阿部選手がつけております。4番手カツラシナンバーワン選手、5番手に赤田選手がつけております。さあ、その差ほとんど開かず、竹城選手と高津選手の差は2秒差のまま。3番手に高杉選手。さあ、ここは変わらず風邪君1番の竹城選手がトップ、オレンジ色のボディ。さあ、2番手に上がる力、風邪君の阿部選手が2番手、そのすぐ後ろ3番手の高杉選手。さあ、さらには4番手風邪選手をつけております。さあ、オレンジのボディの竹城選手、左のセクションから右セクションの津波。さあ、その時代手前のストレート。さあ、2番から続いては激しい竹選手と高橋選手。さあ、さらにはその隙を狙って桂木選手も詰めていきたいところ。さあ、トップ2秒からかなり開いてきましたね、 4.7 秒差。さあ、2番手争い、阿部選手のすぐ後ろ、つけているのは高津選手。さあ、竹城選手は一人だけ状態になってまいりました。折り返しの4分が経過しております。さあ、2番手争い、阿部選手に襲いかかる高津選手、黒いボディ、阿部選手
手が2番手、その後ろ、ピンクのボディ、高橋選手が3番手、すぐ後ろ、2番手のすぐ後ろ走る高橋選手。さあ、竹島選手はグイグイ飛ばしていきます。カーフェクト1番、現在トップ。さあ、2番手の差は 5.5 秒差。さあ、5分が経過です。残り時間が3分。さあ、ここで高橋選手が2番手に再浮上。そして松田選手が当たり前に出たか。さあ、ここでまた激しい2番手争い。さあ、ここはもう小野選手が後ろに立ち、さあ、小野選手が松田選手がまたかわす。羽根選手が最後3番手に上がってくる。さあ、竹島選手は完全に独走態勢になっております。2番手の差は 6.2 秒。選手のゴールとなりました。 GP ストッククラス A メイン選手は川崎1番の竹城選手です。